吉田さん、お疲れ様です。いかがですか、 BMW の調子は。なんかドライブスカッとしたんじゃないですか。まあ仕事一生懸命してね、そして車でバーッと走るとやっぱ気持ちいいですよね。なんかその車で走る時が気持ちいいっていうのは、仕事が終わって一段落ついて、とりあえず頭に中にモヤモヤっとしたものが全部吐き出せたからなんじゃないかなと思うんですよ。だからいい仕事をしている時っていうのは、まあそれなりにね、こう詰め込んだ気持ちがしますけども、終わるとすごい達成感があって、その後のレジャーが2倍にも3倍にも楽しくなりますよね。まあでも反面、仕事を止めたまんま気分転換にドライブをすると気持ちがスカッとして、でまた仕事に気持ちよく戻れる。そして、エンジンね、アフターバーナー全開で残りの仕事を片付けられるってところもありますんで、なんかその自分のモチベーションをこう高めることができる、そういった喜びを持つっていいですよね。アニメの DVD を見たりとか、大声で歌ったりとか、人それぞれそういうものあると思いますけども、場合によっては仕事をすることが仕事のストレスを解消することっていうね、そんな人もいるんですよね。そうしたら得ですよね。ところでですね、人は経験をしなければわからない、そういう人もいるんですよ。経験をしなければいちいち理解ができないっていうことになるとですね、学習能力が低いとも言えるんですよ。学習ってのは、まだ経験もしたことがないことに対して学習することによって、まるで経験や体験をしたと同じぐらいの自分のコンディションを作ることと思うんですよね。例えばですね、明日もし自分が死ぬとしたら今日は何をしますかっていうふうなことを聞かれた時に、死んだ経験がない人は経験してないんで答えれませんってなっちゃうのかもしれません。でも経験しなくてもきちんと学習能力高めてシミュレーションができる人は、明日死ぬとしたら残った時間をこういうふうに過ごしていきたいなと、そして限られた時間の中でこれはもうやるのをやめようというふうに選別できるのかもしれません。そしてそういうふうな日々を送った人っていうのは、きっと時間をとっても大切に使える人なのかもしれないですよね。人はですね、経験しなくても分かることって結構あると思うんですよ。じゃあ例えば何かの映画を見ました。その映画の中のストーリーにひどく感動しました。でもそれは映画という創作物を見て誰一人経験したわけではないんですよね。疑似体験してるわけなんですよ。そうなんですよ、疑似体験。これが本当に上手な人っていうのは、学習の中でたくさんのことを導き出すことができるんですよね。それこそ時間の大切さ、これに気づける人っていうのは疑似体験が非常に上手な人とも言えます。その中でね、今回吉田さんね、私が以前、ずいぶん前ですけども経験した面白い研修についてちょっとお話したいんですね。これが今日の本題になります。疑似体験です。その研修っていうのは、時間と人生のありがたみとその大切さを肌身に染みる、そんな研修なんですよ。その研修っていうのは、まあ表向きは管理者養成講座という名前で行われますけども、その管理者養成講座はですね、まあ、1週間のプログラムで泊まり込みでやるよっていうふうな、そんなプログラムでした。なかなかね、面白そうであり、自分の限界に挑戦できそうであり、ワクワクしたもんなんですけども、そのために厳しい訓練もあるんで、まずはね、事前に健康診断を受けてこいっていうふうに書面が添付されるんですよ。で、私もですね、指定した場所に行って健康診断をまず受けるわけなんですよね。その健康診断を受ける場所っていうのは病院ではなくて出張会場になります。そこでは白衣を着た方がたくさんいらっしゃって、で、まあ、いろんな検査をしたり、問診をしたりとかね、カウンセリングを受けたりとか様々するわけですよ。で、各種血液検査や尿検査もあったりしますね。で、その結果なんですけども、研修の直前にですね、まあ健康診断の結果が来るわけですよ。で、その健康診断の結果、実はですね、重大な疾患が発見されて、もしかしたら半年ぐらいしか元気で生きられないかもしれないと。で、もし処置を怠ったら、もっと早い段階で身体的な疾患が
出てくるよっていうことを通知されるんですよね。で、研修は始まるんですよ。でもそんな通知を受けた私としては、まあ研修行ってる場合じゃないんで、会社の方にお願いしてですね、研修をちょっとね欠席してですね、別の会場で別のカリキュラムを受けることにしたんですよ。で、そこではですね、まず一番最初に今回の検査の結果から何人かの責任者の方と話し合うことになりました。これからどういうふうに人生を再構成していくのか、やり残したことはないのか、そのためにどういうふうに周りの人、家族に伝えていくのかということをですね、まあ2時間から3時間にわたって話し合うわけなんですよ。で、一つの書面がまとまるんですね。まあ一つは遺書です。万が一のために遺書を用意しろっていうふうに言われて、その遺書をね書くわけなんですよ。その遺書っていうのは、まあ、一人一人に当てたものになります。まあ自分の父親、母親、兄弟、友人、同僚、上司、部下、こういったものをそれぞれ書いていくわけですね。その他自分が思いつく人がいたらその部分も書くように言われます。その遺書には指導者がついて、遺書の書き方を一緒に学びながら、思い出し損ねたことがないように思い出していったりとか、本当は自分の人生が続くならこういうことをしたかったっていうようなね、残機の思いを書いていく、まあ残念な気持ちを書いていくっていうこと、そういうところも含まれてるんですよね。当然その頃私は財産も家族もありませんから、まあ特にね相続する意図のことはなかったんですけども、ただね反対側で、お父さんお母さんから相続何もすることができずに、自分が先にねもしかしたら死んでしまうかもしれないと、そうでなくても衰弱して今まで通り働いたり遊んだりできなくなると、これからもしかしたら介護生活に入り不自由をかけるかもしれないから、元気なうちにまあ恩返しをさせてくれみたいなことを書くわけですよね。まあ、書きながらね涙が出るわけですよ。まあ、そんなことがさまざまあったんですけども、実はですねその研修の参加者全員が私と同じようにそれを別々のところでやっていたそうなんですよ。で、研修会場はまあ空っぽ誰もいないというか、研修会場のその予約もしていないそうなんですよ。そうなんですよ。つまりこの研修ってのは1週間研修があるよっていうのは、まあ、真っ赤な嘘でですね、その前の事前の健康診断で重大な疾患が発見されたから、ちょっとこれから人生を改め直した方がいいよっていうことでね、そういった、なんですかね、面談がカリキュラムの本筋なんですよね。で、その面談の一番最後にですね、人生があと残り2日だったらどうするかっていうことを書かされるんですよ。まあ満場一致で会社は辞めるというふうになってましたね。それがなかなか面白いところだったんですけどね。さあそこでですね、最終的に私たちが全てのこのカリキュラムを終えて、まあ一つの会場に集められてね、でそこで、はい、研修終わりです、おめでとう、お疲れ様、皆さんには健康で元気にこれからも生きていけます、大丈夫ですみたいな感じでネタバレされるんですよ。その時にもうみんなでね泣き崩れながらね、もう本当にお互いの命が長いことを喜び合うみたいな、そんなことがあったわけなんですよ。さあここでですね、私が気づいたこと2つあります。一つはですね、そうやって同じような衝撃的な命に関わる研修をシミュレーションを受けた後に培ったそのメンバーっていうのは非常に強い関係ができたというのは嘘で、その時はそうなったんですけども、特に仲良しになったってことはないですね。その時は感動したんですけども、次の日からまた普段のね忙しい暮らしに戻っていって、なんかたまにお笑い話が出るぐらいだったですね。あとその研修の内容はトップシークレットで絶対に喋ることが許されませんでした。まあ喋りたい気持ちにならないでもないんですけども、そのネタを知っちゃうとこの研修の意味がないんで、これはね、親切で黙っておいた方がいいなっていうバイアスがかかったんですよね。はい、そして2つ目に気づいたことです。
体験しないとそのリアリティがわからない人と、体験しなくてもその自分の生命や時間の貴重さに気づける人との2種類がいるとしたら、私はどちらかというとね、そんな研修なくても分かっとるわみたいな感じだったんですね、どっちかって言えば。もちろんその研修を通じて分かること、感じるような時間の大切さもあったんですけども、はっきり言ってね、研修が終わった後、大喜びでね、抱き合うほどの興奮はなかったですよね。そもそも命ってのはいつお返ししなくちゃ分からない借り物ですから、急にね、そういうふうな健康や生命の危機を告げられても、その時が来たかと、予告があるだけまだいいやって思うぐらいだったんですよ。いわゆる腹が据わってたわけですよね、私の場合は。それがまあ今でも続いてですね、もしかして自分の生命は突然終わるかもしれないと、もしかしたらドライブをしていてね、突然地面に穴が開いてそこに落ちて即死みたいなこともあるかもしれないし、とんでもない無謀運転に巻き込まれたりとか、しまいにはね、エンジンが爆発してこのまま焼け死ぬかもしれないとか、まあいろいろね、想像するんですよ、私は細かく。そうするとどういうことが起きるかっていうと、やっぱり今日という一日ね、一瞬一瞬を二度とないと思って過ごさないといけないなっていうふうな感じになるんですよ。で、ダラダラするときは徹底的にダラダラしますね。もうね、ダラダラするときにスマートフォンとか見ずにホッと放り投げて、どっからも連絡が来ないようにします。それこそ LINE の通知とかメールっていうのはいつ見てもいいんですけども、通知が来たらついついね、ピュッと見ちゃいますよね。その時間が無駄だと思ってるんですよ。ですね、今回の動画も吉田さんから来てね、まずは閲覧したんですけども、やっぱ夜中に返信しようと思ってね、即返信はしなかったんですけどね、まあいろんなことをその間させてもらいました。まあ目の前にあることを一つ一つを楽しみながら、後回しにするものは後回しにするし、もう後回しにした結果絶対にやらないぞと思ったものは最初からね、もうメール開かないとか応答しないとか、そういうふうにしてますね。まあ疑似体験ということでお話ししましたけども、皆さんどうですかね。やっぱり体験しないとわからないことってあると思うんですけども、逆に言うとですね、体験しなくても、体験したレベルの学習や想像ができれば、シミュレーションができれば、いろんなことに気づくんじゃないかなと思うんですよ。もし大切な人を失ったとしたら自分はどうなっちゃうだろうか、真剣に考えたら、今にもね、その大切な人のところに行って、きっと、まあ仲直りするなりね、自分の気持ちを確認するなりしたくなると思うんですよね。そしてもし自分の生命がそんなに残り少ないとしたら、吉田さんだったら気に入っている BMW バンバン乗り回してさらにスカッとしたくなるのかもしれませんね。はい、じゃあ本日は以上でございます。特に何もないっていうところからここまでちょっと広げてみましたけども、いかがだったでしょうか。まあ特になんてことはないんですけど、私もね、いってらっしゃい。